あのスマップの凄さってわかります、うん、僕あの FNS 歌謡祭クズって日産、ありましたね、やらせてもらってる時に、あの出させてもらって、ね、トリーがスマップだった、で、あの演者は自分たちが歌った後、会場で見るんですよ、その、後の人たちのやつ、いろんなアーティストの方出るじゃないですか、中には生歌はんっていう親っていう人は例えばん言えないな耳打ちマイクすぐここに失敗するからいやファンの方がたくさんいらっしゃる方です、誰ですけど、あの結構後半の方だったんですよ、その、んってなったのが、結構会場全体がんだいぶ調子悪いかこれはみたいな感じになってたんですよ、ね、でそれもあの人僕らは森山直太朗が鳥の4つぐらい前に、最初アカペラで僕らは桜を独唱するわけですよ、まずアカペラで一番丸々歌って、それでもみんなアーティストの方ばっかりですよ、全員なんかもう鳥肌うわっ立つぐらいものすごい感動したんですよね、でその一番終わったと後ろにドアがバーッと開いてコーラス隊がダーッとできて、大熱合唱するわけですよ、すごいもん見たなって、直太朗が終わった、すごいの見たな、まあ、その後に出てこられた方はうんってなったんですよ、まあ、誰だ直太朗君がすごすぎたっていうのがあったんですよ、ほんでうんってなって最後トリあのスマップ、でスマップは決して歌がうまいグループではない、からなんとなく直太朗君の後がうんうんってなって、トリスマップ生歌大丈夫かってなんかうっすらそんな空気だったんですよ、ほんで家を取りにスマップバーンって言ったら、何よ何よボッカー空気持ってきましたよ、これまたブワー鳥肌立つぐらい、あこの全員揃ってスマップで歌うってこんなにすごいパワーあるんだと思って、ある感心しました、だから僕は中居君とよく遊ばせてもらってましたから、カラオケにも行ったことがあって、中居君の歌唱力は知ってますから、一番最初に一緒にカラオケ行った時に歌った時にこいつずっとふざけてんねんなそんなわけないやろスマップやろ歌手やろそんなわけないって、でも事実でしたからね何度言ってもその歌唱を超えることはなかったから、で面白いな、だからスマップで集まったその中居君バーン輝きますから、でも本人言ってましたけどミリオンヒットした何曲かレコーディングしてないやつが歩いてましたけどご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。